はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でもスポーツの業界で難民支援をされていらっしゃる加納さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、加納さん自己紹介していただいてもよろしいですか。加納弘樹と申します。今ご紹介いただきましたスポーツの力で難民障害者を支援するという活動をしておりまして、アスロスファンデーションのジャパンチームというものに入って一人のパラリンピック選手を応援している活動に携わっています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけれども、そもそも加納さんが国際協力とか海外に興味を持ったきっかけっていうところから聞いていきたいなと思ってるんですけど、加納さんってもともと海外とかに興味があったんですか。高校生ぐらいから海外に行ってみたいなっていう思いはありました。もっともっと遡ると家族親戚が海外と接点があって2人いるんですけど、まず母親が昔から歌の活動をしていて、はい、そうなんですね。フランス人が2年に1度家に来たりとかしていてちょっとしたイベントみたいになってるってことですか。そうです。知らない外国の女の人が3人ぐらいホームステイするみたいな、そういうことが母を通じてありましたね。あ、そうなんですね。ちなみに出身どちらなんですか。兵庫県の西宮市出身。そうなんですね、はい、すごいななるほど。じゃあそういったところで海外は近かったんですね、はい、どっちかというと比較的近かったかなと思います。初海外っていうのはいつだったんですか。高校3年生の受験勉強を終えて大学ある程度決まった後の高校生にとっての卒業旅行みたいなのを親戚と行きまして、はいはい、その親戚のおじさんが実はフィリピンの会社に工場長みたいな形で勤めていてすげえ、そうなんですね。きっかけで、はい、フィリピンが初の海外旅行でした。なるほど。実際どうでした、フィリピン行ってみて。多分初めての海外だと思いますし、うん、先進国というよりはフィリピンって、もちろん栄えてる部分あると思うんですけど、まだまだ途上してる部分もあるかなと思っていて、実際印象的にどうだったのかなっていうのを聞いてみたいなと思ってまして。フィリピンと聞いて治安の悪い危険なイメージを持たれる方がある程度多いと思うんですけど、幸い僕たちが行ったところはリゾート地みたいなところで、危険なところには親戚のおじさんも行くなというような話があって行かせてもらえなかった。だからフィリピンのリアルをあんまり経験せずに海外旅行を終えてしまったっていうのが本当のところで。あ、なるほど、そうなんですね。実際じゃあリゾート地で遊んでたみたいな感じなんですか。いろんなアクティビティを体験させてもらって、そこに渡る船に乗ったりとか、ちょっと小さな飛行機に乗ったりとかっていうので、いい経験をさせてもらって、今思うともっと街の本当のフィリピンみたいなところを見てみたかったなっていうふうに思ってます、はい。まあ、でも高校でフィリピンに行けるってなかなかないと思うんで、結構いい機会ですよね、うん、今思うとそうですね、うん、なるほど、ありがとうございます。じゃあ高校卒業して大学っていうところ入っていくと思うんですけど、大学っていうところに関しても何かあったんですか。海外っていうところと接点みたいな部分は。大学の学部側とかっていうのは全くなくて、僕自身はスポーツをずっとやってきていて、小学校の時からサッカーと野球と空手、で中学校以降はずっと野球一本で活動してきていて、体育学部に入って体育の学校の先生になるために大学は学んできて、そういう意味でいくと全く海外との接点とかっていうのはなかったんですけど、いろんな人と話してみたい、グローバルにつながってみたいっていうのがあって、自分なりに英語学習をするようになって ECC とか通うようになって、そこから海外旅行に行きたいなって思い始めたところがあの大学時代。そうなんですね。実際海外との接点が強くなった時っていつが一番強くなったんですか。大学卒業前ぐらいに就職するかどうするかってすごく迷った時期があって、その大学時代から一度海外に行ってみたいっていう思いが漠然とあったので、その時に就職せずに1年見聞を広げるというか、そういった意味で海外に出てみようと思いまして。あ、どちらに行かれたんですか。その時にあのオーストラリアの方に。あ、オーストラリア行かれたんですね、はい。ちなみにオーストラリアは何で行かれたの。ワーホリですか。そうですね、ワーホリで。ワーホリでオーストラリア何されてらっしゃったんですか。皆さん留学っていうところが多かったあったりすると思うんですけど、僕自身は中学校の体育の先生になりたいと当時は目標があったので、現地の教育ですね、それがどういう風になっているのかっていうのを見たくて、日本語教師のアシスタントボランティアっていうプログラムがありまして、英会話スクールを通じてそれに参加して、向こうではボランティアでアシスタントのことをさせていただいてましたね。じゃあそこでオーストラリアで1年間日本語教師のアシスタントとして仕事をするわけですよね、はい。今まで日本語っていうのを教えたことありました。いえ、日本人なので日本語喋れるだろうというぐらいで、英語については自分なりに勉強してましたけど、日本語については全く
全く全くですよね。勉強してこなかったので。実際どうでした？行ってみて何をするかというと、はい、高校とか中学校の日本語の授業の中に入って、はい、教科書を一緒に読んだりとか、うん、こういう風に会話をするパートナーになったりとか、そういうのをするんですけど、うん、書いてることは喋れますし、うん、日本語話せるんですけど、コミュニケーションというかというところは難しいなと感じたりとか、兵庫県出身で関西人なんで関西弁が出てしまうんですよ。違う日本語を教えてしまうっていうところで、たまにオーストラリア人の日本語の先生から、はい、標準語で喋ってねみたいなっていうのは経験しました。あ、そうなんですね。実際見聞を広げるというか、教師になるためのインプット情報を増やすっていうところで描かれてたと思うんですけど、実際その1年どうでした？自分にとっては成長になりました？すごくいろんな経験をさせていただいて、うん、旅行を一つとっても向こうって仕事している期間と夏休み春休みみたいな期間がしっかり分かれてて、しかもそれぞれが長くて、各タームとタームの間にバックパックでいろんなところをオーストラリア中回ったんですけど、うん、そういった旅行の経験もいろんな経験になりましたし、はい、一教科書を読むとか生徒と話すとかっていうところもすごく文化を知れたりとか、はい、いうことにもなりましたし、なるほど、すごくいろんな経験になりましたね。そうなんですね。ちょっともう少しイメージ聞きたいんですけど、実際オーストラリアで日本語を学んでいる方ってどれぐらい日本語喋れるもんなんですか？日本の優位小学校から日本語教育は結構されていて、他にも中国語と韓国語と日本語とアジアの言語3つぐらいで選べるんですね。学校によってそれぞれ違うんですけど、しっかりやってらっしゃるところは、日本人が中学校1年生で話すようなことを小学校で会話レベルではやっていて、読み書きってすごく苦手なんですけど、向こうの人ってすごく喋るのが上手で積極的なんで、そういう意味では間違っててもどんどん積極的にみたいな、そういうのはすごく感じましたね。あー、なるほど。読み書きっていう観点では日本人では難しいですもんね。そうですね。なるほど、そうなんですね。実際1年間初めて自分で行くわけじゃないですか、うん、一番大変だった出来事ってあります？挙げたらキリがないぐらいたくさん大変なことはありましたけれども、うん、仕事以外のところで言うと、コミュニティとかが結構向こうに行くとないなっていうところを感じたりしていたので、うんうんうん、その部分は結構積極的にルームシェアみたいな感じでボランティアをしている学校の先生と一緒に住ましてもらったりしてたんですね。あ、そうなんですね。じゃあそのオーストラリアの日本語教師の方と一緒に住んでるみたいな、とかオーストラリアの学校の数学の先生とか社会の先生とか理科の先生とかの家を転々としていくみたいな、はいはい、そういう感じで3ヶ月ずつぐらい住んで回っていて、はい、そういった中で生活感の違いとか、そういうのは結構ルームシェアする上であったりしましたね、はい、なるほど。オーストラリアの食事自体は合いました？食事自体は大丈夫でした、はい、ちょっと甘すぎるなとか、うん、日本食食べたいなと思ったことがあったので、うん、その時はもう自分でチャーハン作ったりとかそういうことしてました、ね、スポーツとかはしなかったんですか？スポーツもしてました。野球もしてましたし、うん、向こうで僕走るのが好きで、はい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 、昔からの野球部だったんですけど、うん、マラソン大会とか得意な方で、うん、向こうですごく時間が、日本でアフターファイブみたいなところがあるので、うん、ボランティアが終わってから、はい、自分でトレーニングのために1時間とか1時間とか走ったりとかオーストラリアのメルボルンのマラソン大会に出たりとかすごいですね。そういったところで結構向こうで走ったりする時間が多かったりしましたし、はい、野球に関してもチームに入らせていただいて、うん、試合前にちょっと集まって練習して試合してもうすぐ解散みたいな、そういうスタイルで野球も経験させていただきました。あ、そうなんですね、はい、活躍できました。皆さん向こう行ったらイチローとか、はいはいはい、あの松井とか有名な選手を知ってて、うんうん、モノマネとかしてきたりするんです、うん、あ、そうなんですね。そのイメージがやっぱり強くて、はい、頑張ってやってたつもりでしたけどなかなか貢献はできてなかったのかなというふうに思いますけど向こうの人たちにとっても日本人がオーストラリアの野球チームに入るっていう、いやいやいや、すごい、そこがすごく新鮮だったみたいで、うんうんうん、すごくよくしていただきましたし、はいはい、すごいですね。よくそこの野球チームに入れてもらいましたね。ルームシェアしている先生とかに日本でどんなことしてたの、何が好きなのみたいなことを話した時に、野球してたよとか走るのが好きだよ、うんうんうん、スポーツが好きだよっていう話をしてると紹介をたくさんしてくださって、はいはい、それでこう野球チームに入ったっていう経緯がありましたね。そうなんですね、はい、じゃあそこでもコミュニケーションはめちゃくちゃ必須で、それ経由でいろいろさせてもらってた部分も多かったってことですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。オーストラリアでの経験を受けてその後日本に戻ってくるっていう感じなんですよね、うんうんうん、はい、そうですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では、うん、加納さんが海外とかに興味を持ったきっかけっていうところから、大学卒業してから何をしてたのかみたいな頃の触りをお聞きしたんですけれども、うん、次の動画ではオーストラリアから戻ってきて何をしているのかっていうところの話をお伺いできればなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。